趙雲殿は3000の兵を率い長江を渡って雨林の小道を進み、草木が茂る場所を選んで待ち伏せてください。今夜の夜半過ぎ、曹操は必ずその道を落ちてくるでしょう。前の軍勢はやり過ごし、半ば通ったところで火を放つのです。敵を残らず討ち取らずとも半数は潰すように。雨林には二筋の道があり、一方は南軍に、もう一方は慶州に続いています。敵はどちらの道から来るでしょう。南軍は情勢が悪いので、曹操は必ず慶州に来るはず。それから大軍をまとめて巨匠に帰ろうとするでしょう。はっ、ではすぐ向かいます。張飛殿は3000騎を連れて長江を渡り、入り用の道を切り塞ぎ、コロ国に兵を伏せてください。曹操は南入り用の道は避けて北入り用を指して逃げてくるでしょう。明日一雨過ぎた後、必ずその辺りで火を起こし兵糧を使わせるでしょう。煙が立つのを見たら直ちに山に火を放ってください。曹操を生け捕れなくても大きな手柄になりましょう。よっしゃ、行ってくわ。美塾、美宝、劉邦の3人はそれぞれ軍船に乗り、甲岸をめぐって敗軍を捕らえ、兵器を露獲してください。は、武将は四方を見渡せる要害の地です。若君はすぐお帰りになって部下を甲岸に配置してください。曹操が敗れて逃げてくる敵があるでしょうから、それを捕らえるのです。ただし迂闊に城内から離れないように。はい、すぐに参ります。我が君は反抗の高地に陣取り、今宵周瑜が大きな戦功を立てるところを見物なさってください。分かった。わしは長年兄者に付き従って戦に出ていたが、一度も遅れを取ったことはない。それが今日大敵とまみえんという時に用いられないのはいかなるお考えか。お気を悪くなさらず、関羽殿、本当なら重要な持ち場を引き受けていただきたいのですが、少々不都合があるので控えたのです。不都合とは何か教えていただきたい。関羽殿は以前曹操に手厚くもてなされ、その恩に報いようと考えておられる。今日曹操は敗れ、必ず火曜堂に逃げてきます。もしあなたがその場におられたら、許して通してしまうに違いない。それで控えたんです。軍師は考えすぎだ。確かに曹操はわしをもてなしてくれたが、顔料や文集を討ち取り、白馬で包囲網を破るなど恩返しはしてある。今日出会っても見逃しはしない。では万一見逃した時はどうされます？軍律に照らして処断してもらいたい。ならば正門をしたためてください。もし曹操がその道に逃げてこなかったらどうされる？私も正門を書きましょう。では関羽殿は火曜堂に潜んで、小高いところに芝を積み、火をつけて煙を上げ、曹操をおびき寄せてください。曹操が煙を見たら伏兵ありと見るのでは？いえいえ、兵法の虚虚実実の論です。傭兵に長けた曹操だからこそ欺けます。虚勢を張る義兄と考え、あえて煙の上がる方にやってくるでしょう。関羽殿は情にほだされませんように。関羽は義理人情に熱い男だ。実際に曹操が火曜堂へ落ちてきたら、結局見逃してやるのではないか。天文を見たところ、曹操の命運はまだ尽きていません。それでわざと関羽殿に情けをかけさせる機会を作ったのです。それも美しい人情でした。なるほど、孔明の辛酸には全く恐れ入る。